悔しいですね、はい。その中で、自身4試合連続となるゴールがありましたが、いかがですか。まあ、1点は重要ですけど、まあ、その他にも、もう少し起点になりたかったですし、チャンスもあったので、前半の最初からもう少し、セカンドボールに対してもチャレンジしたかったですね、はい。シーズンも終盤になってきました。今後についての意気込みをお願いします。本当にここまで後半戦勢いを持ってできているので、まあ、ここで切り替えて次は本当にここで気持ち切り替えてもう一度勝ちに行きたいですね。ありがとうございます。ありがとうございました。